ペヒマン宿合は有機化学における化学反応の一種であり、フェノール類とベータカルボニル元を持つカルボン酸やエステルとを宿合させ、クマリン骨格を得るという反応である。三色倍により宿合が進行する。まずエステル化もしくはトランスエステル化が起こり、フェノールの水酸元とカルボン酸の間にエステル結合が生成する。続いて、 カルボニル元の酸素原子が活性化されることで、カルボニル炭素とフェノールの二炭素との間に結合が、生成四六因間が新たに形成される。最後にアルドール縮合に見られるような脱水素が起こり、反応が完結する。ドイツの科学者、ハンスフォン・ペヒマンにより発見された反応である。フェノールを用いた場合、反応条件はかなり厳しいものであるにもかかわらず、収率は良い。 レゾルシノールなどの活性化されたフェノール感を用いると反応はより穏やかな条件で進行する。この場合、ウンベリフェロン誘導体が合成される。4位が無知感のクマリンを合成するためには、ホルミル酢酸やそのエステルを用いる必要がある。しかしホルミル酢酸は不安定であり、市販もされていないため、硫酸存在下でリンゴ酸を摂氏100度以上に熱し、 陰出で生成させる必要がある。ホルミル酢酸が生成するとすぐに、ペヒマン縮合は進行する。下の例では、ウンベリフェロンが低収率ながら生成する。ありがとうございます。